はい、ご紹介ありがとうございます。川原の方から日本語に強い大規模言語モデルの開発のためのコーパス構築の話をさせていただきます。私LNJP のコーパス構築 WG を幹事しておりまして、コーパス構築に取り組んでおります。で、皆さんご存知の通り、大規模言語モデル構築の流れはこのようになっておりまして、最初の初期モデルからこの事前学習コーパスを用いまして事前学習を行いまして、事前学習済みモデルを作ります。で、その後にチューニングデータを用いましてチューニングを行いまして、チューニング済みモデルを作ると。で、これで評価とか利活用をさまざまに行っていくと、まあ、そういった流れになっております。で、我々コーパス構築 WG ではこの事前学習コーパスを作るっていうところをやっております。で、この事前学習コーパス構築の課題ですけれども、強力な LLM 構築のためには良質かつ大量のテキストが必要で、まあ、これはこれまでの基調講演にもあった通りだと思います。で、例えばメタのラマですと15兆トークン使ってますし、マイクロソフトのファイですと教科書レベルの質のテキストが重要だと、まあ、そういったことを言っておりまして、質と量のトレードオフだと言えると思います。で、日本語に強いLLM を作るということで、日本語のコーパスを作る必要があるんですけれども、候補としては日本語のウィキペディアであるとか、コモンクロールに含まれる日本語のページであるとか、あと書籍、論文、特許文書などとなってくるかと思います。で、課題ですけれども、まあ、大規模な日本語コーパスをどのように入手して整備していくか、どの程度の質を求めてどのようなフィルタリングをすべきか、英語や他の言語の最適な混合比率はどのようなものか、で、日本語を含む多言語に最適なトークナイザーとはどのようなものであるか、で、あとはLLM の生成が著作物に酷似していることもあるかもしれないので、まあ、そういった可能性はどれくらいあるかと、まあ、そういったさまざまな課題があります。で、まあ、この WG ではこれまでコーパス構築に取り組んでいまして、まず最初のバージョン1としましては昨年の夏ですけれども、多言語ウェブコーパス MC4 の日本語文をフィルタリングしまして、あとレトリバ社のドメインフィルター、そして LINE 社の有害ワードフィルターなどを用いまして、まあ、このようなコーパスを作っております。で、日本語と英語とあとコードを混合したものになっております。で、その後にコーパス V2 というのを作りまして、モデル V2 というのを公開しているわけですけれども、まあ、それは先ほど申し上げましたコモンクロール全量から抽出した日本語のテキストを使って、まあ、こういったこの部分が大きくなっているというところになります。で、その後ですけれども、今年度になりまして、コーパス V3 というのを作っております。で、これはさらに NDL 国立国会図書館 のインターネット資料収集保存事業 WARP というのがあるんですけれども、まあ、そこから URL の集合を提供いただきまして、それをもとにしてクロールしたデータを加えていること と、 あと、科研、これは科学研究費助成事業データベースですけれども、まあ、そこの各研究課題の概要テキストなどを用いまして、さらに大規模なコーパスを作りまして、まあ、それでモデル構築をやっているというところであります。で、現在そして今後の取り組みですけれども、コーパスの開拓をさらにやっておりまして、まあ、日本語の3兆トークン程度をとりあえずの目標にしております。で、これに関しましては後で述べます。で、さらに、まあ、生成テキストから事前学習コーパス の検索分析、まあ、これは LLM の信頼性透明性を高めるための取り組みですけれども、LLM の暗記と忘却の分析であるとか自動ファクトチェックなどを行っております。で、現在取り組んでいることとしましては、フィルタリングの改良であるとか、まあ、これは質と量のトレードオフ、そして有害文書フィルタリングの検討とかを含んでおります。で、あとは英語と他の言語との最適な混合比率などを検討しているというところであります。で、まずこのコーパスの開拓に関係しまして、まあ、事前学習コーパスを分類して使っております。で、こういう5種類に分類しておりまして、この L1 というのは、まあ、学習検索そして配布どれにも使えると、まあ、こういったコーパスが一番望ましいということで使っております。で、あとは L2、 これは配布はしないで、 L3 というのは学習だけに用いると、まあ、ここら辺は事前学習に使います。
でその他としましては全学習に用いないとか我々は使わないとか、そういった分類を行っておりまして、さまざまなコーパスサブコーパスについてこのような分類をしまして、でこれまでのところはこの L1 学習検索配布できるものを構築しまして、配布まで行っております。でさらにコーパスを大きくするということで、コーパスの開拓を進めておりまして、クロールデータの拡充も行っておりまして、国語圏の日本語ウェブコーパスであるとか、あと先ほど申し上げましたワープの URL のクローリングを続けているというところでありますし、あと科学技術テキストとしまして、J ステージの論文をこれを OCR したものを使っております。でさらには書籍とか雑誌の出版物ということで、NDL のデジタルコレクションというのがあるんですけれども、その中で著作権保護機関の満了となった図書であるとか、あと古典籍の資料などを使う予定にしております。で最後にマルチモーダルデータも重要だという話が先ほどありましたけれども、画像とテキストのインターリーブデータ、これは交互に画像とテキストが挟まっているものですけれども、そういったものであるとか、あと映像データの入手について交渉しているというところであります。であと信頼性 LLM の信頼性と透明性の向上に関しまして、一つ目としまして、言語モデルの暗記の分析というのを行っております。でこれは言語モデルが訓練データをどのくらい暗記しているかというのを検証しておりまして、どれくらい生成テキストに学習コーパスの部分が含まれているかというのを検証しています。で暗記の判定としましては、このプロンプト部分が言語モデルに入力されたときに、この続きの部分がどれくらいの割合で生成されるかというので暗記の判定を行っております。で我々の昨年度のモデルを用いまして、暗記の調査を行っておりまして、3つの観点から検証を行っています。で1つは頻度、これは何度も出てくるデータほど続きを抽出しやすいかどうかで、2つ目がプロンプト長、これはプロンプトが長いほど続きを抽出しやすいかどうか、そして最終訓練ステップということで、終盤に学習したデータほど続きを抽出しやすいかどうかというのを検証しております。でこちらに関しましては現在今週行われているこの INLG という国際会議で発表予定になっております。でその結果ですけれども、この2つの このグラフが出てきておりまして、左側が低頻度な訓練データ、右側が高頻度です。で縦軸がプロンプトのトークン長ということで、一番下が100トークン、一番上が1000トークンというふうに上に行くほど長いプロンプト長になります。で横軸ですけれども最終訓練ステップということで、これ左から右側につれて学習が進んでいますので、一番右側が最終の訓練ステップになっているというところです。でこの結果から言えることとしましては、頻度としましては高頻度な訓練データほど抽出しやすい、つまりこの左側はほとんど暗記してないんですけれども、右側は暗記が見られると。でプロンプト長に関しましては長いほど訓練データを抽出しやすいということで、これ上に行くほど暗記の程度は大きくなるということになります。で最終訓練ステップに関しましては、終盤の訓練データほど集中しやすいということで、これ右側にほど暗記しやすいということが言えると思います。でここから分かることとしましては、まず暗記するために低頻度1回とか2回とか出てくる訓練データほとんど暗記されないということで、少なくとも高頻度である必要があるということで、著作物を1回だけ舐める程度の学習でしたら、ほとんど暗記がないということが分かります。で最後に事前学習コーパスの検索を検索システムを作っておりまして、生成テキストの信頼性を評価するであるとか、著作物に強く関連する文章が生成された場合に適切なクレジットを表示するであるとか、あとはハルスネーションの分析ということで、そういった目的で検索システムを作っております。で、これができるのは事前学習コーパスがオープンだからでして、GPT-4 のようなクローズなモデルはこういうことはできないですし、ラマ3のようなモデルはオープンですけれども、コーパスはクローズなモデルだとできないということがあります。でこれが実際の検索の例でして、ここにユーザーの質問があって、この部分が生成テキストです。でこの
プロンプトと生成テキストを合わせて検索を行いまして、このような形で根拠と思われる文書がどのデータセットにいつ学習されたかということまで分かるというような検索システムを作っておりますので、これを用いてさまざまな分析ができるというふうに考えています。まともやこのようになりまして、発表は以上です。どうもありがとうございました。